皆さん、今夜の目玉です。今回の動画はこちらです。こちらのアニメグッズの中古ショップ羅針盤さんと駿河屋さんで例にたがわずおしたりくんグッズを買ってきました。羅針盤の方は池袋の店舗の方で買いまして、駿河屋さんの方はインターネットの通販で購入しました。羅針盤さんはね、アニメイト池袋店のちょうど真向かいにあるので、アニメイト行って羅針盤行ってなんかグッズあるかチェックしてみたいな、そういうルーティンに、なりつつあります。でこのちょっとね、薄い小さい方から開けていきます。なんか本当に目についたものをね、買う癖があるのでね、実際何が届いたかはね、開けるまでちょっと分かってないところがあります。さあ、じゃあまずはこっちの 薄い箱から開けていきますよ。なんだ、ここの半分の面積のグッズでした。なんだなんだ、まだプチプチ梱包に入ってます。こんな板状のもの購入したかな。あ、ちょっと待って、思い出したかもしれない、これあれかもしれない。ちょっとごめんなさい、これ最後に回します。これ一番楽しみかもしれない。ちょっとごめんなさい、まずこっちから開けます。いや、あれはちょっとで、ね、取っとく。テンション的に多分あれかなっていうのがね、私の中であるので、ちょっと一旦こっちから開けます。本当に段取り悪い。あの四角のサイズ感、フォルム、薄さをね、こう手に取って呼び起こされた記憶があった。走馬灯ってやつ違うかも。はい、わあ、こちらの箱は硬い、粘着が、もういいや。はい、こちらです。さあ、まず一つ目、こちら新テニスの王子様グルミッツというお人形ですね。本当はね、ランダム商品で手に入れなければいけなかったものを、こうして若干のチートみたいな感じで手に入れました。じゃん、かわいい。あ、これはもう新品の時のジャージだ。白ジャージのグッズって割と珍しいんじゃないでしょうか。これ後ろね、ここストラップになるので、カバンとかにつけられます。まあ、つけないですが、お家で大切に保管しますが、なんかおしたりくんのグッズにしてはメガネがちょいデカめですね。結構髪の色も結構青くない？よく見たら、ゆりぬいちゃんと比べてみてもこの差ですね。かなり青々とした頭となってます。手向けていい？1個目グルミッツのおしたりくんでした。さあ、そしてこっちちょっと細々してるもの開けますね。これはえぐいです。まずはこちらでーん、かっこいい。月刊プロテニスボリューム7雑誌風ミニノートですね。おしたりくんが表紙を飾っている。あ、中はさ、ノートっていうかもう白紙あ、白い紙です、中はね。わー、でこれ見てほしい。ポーカーフェイスマスク、千の技を持つ天才、伊達メガネ。伊達メガネってことバレてる、バレちゃう。月刊プロテニスの読者にバレちゃう。このさ、このおしたりくんかわいいね。あ、オープンハート、心を閉ざした人との接し方だって。こちら後ろにはね、ケンヤくんもおります。はい、ではこんな感じです。あ、しかもこれ新テニスじゃなくて旧の方だ、無印の方のテニスの王子様の月刊プロテニスでした。え、2010年、12年前のフェアなんだ、すごい。12年前この作画だったんだね。こちらですね、 Not for sale ですね。もう非売品ということで、売ってくれてありがとう。はい、でお次ね、てん、あ、かのみ先生作画のおしたりくんの缶バッジです。いや、かっこいい。いや、かっこいい。なんかそのおしたりくんの作画はこう基本こういうクールなあれもいいんですけど、このね、原作のね、もっとこう鋭さに磨きが、拍車がかかったおしたりくんもまたかっこいいよな。かっこいいしかない。ボキャブラリーがちょっとかっこいいしかないのであれなんですけど、とにかくかっこいいんですよ。そしてお次がね、私はね、常日頃からね、
3次元の立体的なね、オスタリ君が欲しい欲しいと思って。でもなんか過去ネンドロイドも何のフィギュアもなんか出てないなって、探しても出てこないなって思ってたら、こちらに巡り合ったんですよ。でん、あ、後ろ見ちゃった。こちらのオスタリ君があったんです。ありえなくない？この可愛さありえなくない？まさかのフィギュアのオスタリ君がありました。めっちゃちっちゃいんだけどね。こんな私の顔と私の手と比べたらこんなちっちゃいんだけど、ありました。こんな立体的な、あ、私にフォーカス合わなくていい。オスタリ君にフォーカス合わせなさい。かっこいい。このさ、ちょっとさ、何？腰がさ、なんかグニってなってるのが可愛くないですか？イケメンに許されたこの立ち方、気だるさをちょっと表現しつつ、そこはかとないクールさも演出された最高のポーズ。しかもね、これちょっとなんか後ろがなんかこのね、どうやってついてるのかと思ったらこれ磁石なんですよね。まさかの磁石で、あ、ごめんね、下りくん、後頭部をね、ちょっとガツガツやってしまったんですけれども、下りくんのごめんごめん。かわいい、かわいすぎる。ちょっと私にフォーカス合わないで。なんで私にフォーカスが合うの。オスタリ君を禁止しろ。かわいい。顔が天才じゃないですか、顔が。お顔が天才すぎる。さあ、そしてこっちのね、でかい箱を最後。じゃーん、お洋服です。これがオスタリユースプリント T シャツの N サイズ。氷堤学園オスタリユースと書いてあります。メガネ付き。定価は3700円税抜き。大事に取っとこう。さあ、それでじゃあ次ね。じゃーん、羅針盤。羅針盤もね、これたくさん買ってきました。一番2000円分ぐらいかな。はい。まずはこれね、前に、イニシエのグッズ開封した時にも出会った猫ちゃんですね。前回はステンホージの猫ちゃんだったんですけど、今回氷堤の猫ちゃんにお会いしたので、こちらの子を買ってきました。なんで猫なんだっけ？トビネコだ。トビネコという猫ちゃんです。いろんなアニメとコラボしている猫ちゃんですね、こちら。はい、そしてこれ、これはもちもちマスコット。これはね、なんか謎にいっぱいあった。え、高、1650円もするの、びっくり。まあランダム商品だと思うので、これオスタリ君を出そうと思ったら1650円では足りないので。で、こちら、このね、まるで双子のようなオスタリ君、何が違うのと思うじゃないですか。これがね、こっちのオスタリ君がぬいぐるみ、ミニチャーム。そしてこちらのオスタリ君がぬいぐるみ、ミニポーチということで、チャームとポーチらしいです。ポーチってどういうこと？あ、そうだ、ここだ。このね、あのオスタリ君の頭頂部にこのジッパーがついておりまして、この中に何かを入れることができます。そしてこれ、こちらのでっかいオスタリ君、かわいい。これがニトタンですね。ニトタンのオスタリ君。これちょっと開けてみよう。はい、出ました。このオスタリ君かわいい。置き縫いと比べても結構なでかさがあります。これなんか頭ぺっちょりしてる。このオスターでも、このオスタリ君ぴょこぴょこ出てる毛さえ愛おしいからね。あ、折れてる。これ、え、何これ？え？オスタリ君、そんな髪長かったっけ？長いか。若干、この顔周りの毛が長いような気もしますが、可愛いので、よしとします。ここね、開けちゃっていいの？ダメだよね、これ。開けたら。良くないよね。でも、開けられるようになってるってことは、これジャージ脱ぎ着せできるの？ごめん。オスタリ君、ごめんね。中見ます。脱がさせて。いただきます。はっはっ、若干お腹がポンポコしている。え、脱げる。嘘でしょ。すごいすごい、いいじゃん。ニトタン最高のグッズを作ってくれた、ありがとう。ニトタン細々しているもの、こちらラメラメギラギラアクリルキーホルダーです。これいつの何なんだろう。はい、こちらでーん、オスタリ君のテニスの王子様完全版のシーズン3をね、買った時についてくる限定ピンズですね。もう私が限定版をね、手に入れた頃にはこんな、素敵なグッズはね、もうついてきてなかったので、購入させていただきました。
脱線版で購入したもの最後のグッズ見て、これじゃん、やばすぎない？これがおしたりくんのバースデーチャームらしいです。イラストシート1枚と指輪が、11号の指輪がついてる。え、指輪どれ？これだー。チャームって言うからさ、リングついてないと思ってたんだけど。わー、ここにちゃんと指輪があります。これは何？イラスト？このプレゼントかっこよすぎない？てかスーツもかっこいい。このグレーにチェックのスーツがかわいいし、ここポニーテールしてるのも本当にかっこいい。これカーザロ。これはこのまま飾るべきだよね。これなんかあれだね、今よく、今たくさん出てるバースデーリングとは違ってシンプルな水色の指輪ですね。で、これがチャーム。勇士押したり、10月15日あさりくんの名前と誕生日がここに記されてます。で、このなんか謎のぽよぽよぽよちゃんたちをかき分けると、これは標定かな、標定の交渉がここにありますね、というグッズになっておりました。これは飾ろう。はい、で、お待たせしました。一番最初のこちらを開けます。いや、本当に段取り悪くて申し訳ないですが、これは絶対に最後だと思ってしまったんですね。この隙間から、はっ、皆さんこれが何かわかりますか？これやばい、これね、これ見てください。この真四角の真緑、後ろにね、オースタル勇士って書いてあるんです。これおしたりくんの手紙なんですね。ひー、これって公式？あー、なんとですね、なんとですね、あの、おしたりくんからの手紙なんですよ。私の中におしたりくんを降臨させて、ちょっとお手紙を読ませていただく時間をちょっといただきます。これね、はい、おしたりくんからの手紙です。皆さんどうぞお読みください。皆さんどうぞおしたりくんを頭の中に降臨させてお読みください。読みましたか？読んだかい？髪が薄い。このね、このお手紙がですね、なんとおしたり勇士ホワイトでメッセージレター、T2 ソフト、テニスの王子様、ラブオブプリンス、スイート、オアビターの予約購入特典、ラブレターキャンペーンのラブレターらしいです。ラブレターらしいです。ゲームもやってないのにごめんなさい。手に入れちゃってごめんなさい。でも売りに出されてたので、誰かがおしゃれくのラブレターを売ったので、買いました。好きな男のラブレターを買いました。という現実。切り替えて、いや可愛くない？おしたりくんさ、意外と字がさ、ほんとなんか現役中学生してません？現役中学3年生してません？なのに、なんかデート行くみたいな、そういうあれなってるからさ、やってることとか振る舞いとか入れ立ちはすごい大人っぽいのに、字に中学生が出ていて、私はもうダメかもしれません、人間として。ね、これ、ほんとなんか直筆っぽいじゃないですか。ちゃんとプリントなんですよ。おしたりくんの字は、この字っていうことを公式でお伝えされているということで、おしたり勇士がおしたり勇士って書くとこの字になるんですよ。こんな長い手紙のペーパーなんですけど、実際に書いている文字はここだけというね。この、もう、半分しか埋めてくれないところが、憎いですよね。もっと書いてほしいと思わせる、もっとおしたりくんを求めてしまう、そういうテクニックがここに凝縮されています。さすが、テクイは千の技を持つ男、テクイは、いや払うよ、いや二人か映画代ぐらい払うよ、払わせてよ、ポップコーン代とかじゃ10歳払うよ、チケット買っちゃったならそのぐらいはさせてよっていう、そういう気持ちにさせますね。オーガナイズされている、すべてが、おしたり勇士とのデートはすべてがオーガナイズされている、はあ、しかもこのね、本当にメモでポストイットで足りるような内容をね、この便箋に入れてくれるんですよ。おしたり育ちがいい、
さあ、というわけで今回は、今回は大発生してしまいました。これがすごい。公式でこんなお手紙が出てるなんて信じられない。そして可愛いお人形もたくさんゲットできまして。いや、本当今後ね、今後出るおしたりくんのグッズは、もうすべて、ほぼすべて、ランダム商品とかで、ね、どうしても手に入らないもの以外はすべて追いかけたいと思います。追いかけさせてくれ。今までね、いろんなアニメとか、漫画とかをね、好きになったオタクの人生ではあったんですけど、ここまで入れ込むことって本当になかったんですね。なので今後も、おしたりくん、ガンガン好きでいようと思います。そういう宣言。はい。というわけで、今回は、私の私利私欲のグッズ開封動画となりました。はい。それでは、このような動画をここまで見てくださってありがとうございます。もしよかったら、いいね、チャンネル登録、コメントなどしてくれると嬉しいです。いつもしてくれてる方ありがとうございます。次の動画でもお会いできると嬉しいです。お相手は、目玉でした。バイバーイ。